地価調査の結果が公表されました。商業地は31年連続の下落。都市圏と周辺市町村の地価動向の格差も広がっています。調査は土地の取引価格の指標や相続税や固定資産税の評価に使うため都道府県が実施するものです。県の不動産鑑定士協会に委託して住宅地や商業地など300地点余りの今年7月1日時点の標準価格を調査しました。前年と比べた平均変動率は住宅地が横ばいから上昇に転じた一方で商業地は引き続き下落、31年連続の下落となりましたが、その率は3年ぶりに縮小しました。市町村別では、住宅地の地価が上昇しているのが大分市と日出町。商業地は大分市、日出町と別府市が上昇しています。調査に当たった不動産鑑定士は、行動制限がなくなって人の動きが活発化し、都市圏の景況が上向いた一方、高齢化・過疎化が進む市町村は依然下落傾向にあると分析しています。